ごめんね。私はもう。やだ、やだよ。泣かないで。あなたはもう一人で立てるはずよ。そんな、私一人じゃ何も。あなたは私の娘よ。できないことなんてないわ。でも、あかり、私も昔はそうだった。自分に自信が持てず迷ったわ。お母さんが？でもあそこに行ってから変わったの。あそこって大学衛生のこと？ええ。どういうこと？勇気ができたのよ。あかり、衛生に行きなさい。あそこに行けばわかるわ。でも無理だよ。あそこに行けるのは本当に優秀な人だけなんだもの。私にはそんな才能なんて。自分を信じるのよ。すべてはそこから始まるわ。お母さん！わからないよ。お母さんが何を言いたかったのか。衛生だって結構ないよ。私、何の取り柄もないんだもの。これから、どうすればいいの？北海道阿寒地区女子高校、神崎あかり。あ、あ、神崎あかりだな。あ、はい。とぉあ、なんなんですか。君は先日行われた選抜テストに合格し、入学試験を受ける権利を与えられた。試験ですか？そう、大学衛生の入学試験だ。私は大学衛生の最高責任者グランオールドマンだ。君は入試を希望するか？入試を希望するなら今の学校から訓練校に移り、入試のための特別メニューを受けてもらう。もちろん辞退することもできる。君が今のままの生活を望んでいるのなら。さあどうする？なんだね。訓練校に入れば衛星に行けるんですか？それは君が決めることだ。私の努力次第ということですか？違う。訓練校には世界中から人材が集まってくる。その全員が君より優れているかもしれない。努力しても必ず報われるという保証はない。私、ん？私できます。よし、神崎あかり、君を大学衛生入試予備生として訓練校への入学を許可する。よろしくお願いします。私は他にも面接する生徒がいるのでこれで失礼する。ではまた会おう。とぉ、神崎あかり。はい。君の運命は今変わった。誰かな？入りたまえ。ん、ご苦労。私がこの訓練校の最高責任者、グラン・オールドマン。校長と呼んでくれ。そう、校長だ。校長だ、校長と呼んでくれ。階級で呼ばれるより女子校の校長と呼ばれる方が好きなんだよ。理解してもらえたかな？それでいい。それにしても何か事故でもあったのかね？この辺は地図に頼るのが一番だよ。
データを見せてもらったが、君は昨年軍を除隊しているね。理由を聞いても構わないかな。なるほどね。大まかな説明は受けているがね。そう、それが全てだ。この訓練校は大学衛星に入学を希望する者の育成施設だ。君はこれから半年間、3月の試験まで一人の生徒をマンツーマンで指導してもらう。1600m の水泳、25km の自転車、10000m のマラソン。そう、トライアスロンだ。ここには100名の生徒がいるが、学科試験とそのトライアスロンで優秀な成績を収めた者10名を大学衛星の新入生とする。トライアスロンは別名鉄人レースと呼ばれる過酷な競技。ましてやここに集まっているのは世界中からよりすぐられた優秀な女生徒だ。生半可の指導では生徒を合格させられないよ。学科の方は別枠でカリキュラムが組まれている。君に頼みたいのは体力面での育成だ。うん。校舎内には体力強化のための施設が整っている。君は生徒の状態を把握しながらスケジュールを作成してくるため。もう一度説明するかね。そうだ。ついでに君の生徒の部屋にも案内しておこう。どうだったかな。そろそろ来る頃だとは思うが。ここが生徒の部屋だ。各生徒にはそれぞれ同タイプの個室が与えられている。机にはコンピューターの端末がセットされている。簡単な連絡などはそれでもできるが、なるべく生徒とは直に接した方がいいな。生のコミュニケーションも指導のうちだよ君。こっちが寝室だ。どうしたね。もう紹介しておこう。君の教え子になる神崎あかりくんだ。いやー、もう到着していたか。長旅の疲れが出たんだな。可愛いもんじゃないか。彼女は半年前に母君を亡くしている。父親も現在は行方不明だそうだ。優しくしてやりなさい。そういえば私は急用があったのだった。悪いがこれで失礼するよ。あとは二人で仲良くやってくれ。いや、それはいかん。生徒の心を把握するには一刻も早いコミュニケーションが必要だ。今すぐに彼女と知り合いなさい。起こせばいいだろう。じゃあ私は先に行く。ドアに鍵をかけておくが、くれぐれも過ちのないようにな。じゃあそういうことで。お母さん。よく寝た。
教官？どうして教官が私の寝室にいるんですか？校長先生の？あの、本当に私の教官なんですか？私の寝顔見ました？エッチだって。校長先生がそんないたずらを？あの、本当に本当に私の教官なんですね。ご指導よろしくお願いします。本日はお日柄もよく。あ、挨拶ですが、一生懸命考えたんですけど、これから半年よろしくお願いします。神崎あかりさんね。ちょっと待って。神崎さんは大体こんな状態ね。またいつでも来てね。私はターニャナティビダット、アフリカから来た。あ、私、神崎あかり、日本の出身よ。お前に用ない。用あるのはあかり。な、何かしら。お前、いい足してる。足？ももの張り、ふくらはぎ、足首、速そうでいい足だ。そんな。とってもうまそうだ。知ってる。人間は食べられない。例えただけ。私、今までアフリカ走ってきた。
足の速さには自信ある。ここにいるのみんなのロマソウ。いい足してるのはお前だけ。ありがとう。でもきっと私の方が速い。私チーター追い抜いたことある。私嘘つかない。またね。いつか競争する。私きっと勝つ。いつかね。はあ、びっくりした。この学校にはあんな子がいっぱいいるんでしょうか。リズム感には自信あるんです。
長官、神崎あかり入ります。おはようございます。長官、長官、今日のスケジュールは何でしょうか。何ですか教官、どうしたんですか。なんだか様子が変ですよ。何でしょうか。はい、何の連絡ですか。ああ、悪かったんですね。私、あの日体調も悪くて集中できなかったもんで。え？じゃあ何が？してません。どうしてそんな疑いが。私、そんなことしません。わかりました。神崎あかり、自室に戻ります。教官、教官はどう思ってますか。私がカンニングしたと思ってますか。お願いです、正直に答えてください。信じてくれるんですか。信じてくれてるのなら平気です。はい、教官、ありがとうございました。教官、神崎あかり入ります。はい、はい、いいえ、違います。疑いが晴れたことが嬉しいんじゃありません。教官に信じてもらえたことが嬉しいんです。最初教官に会った時はなんだか怖い人かもって思いましたけど、でもこれで教官が本当に私のことを考えてくれてるって分かりました。仕事でもいいです。誰かに信じてもらうってとっても元気が出るんですよ。
喧嘩はとっても良くないね。聞けばそっちのお嬢さんは力が欲しいけど筋肉はいらないとか。ええ、まあそうなんですけど。それは素敵なタイミングある。私、ちょうど筋細胞を見る前に増強する薬持ってるあるよ。それさえ使えば明日からあなたはセクシー&ヘルシー&ビューティーガールに大変身ね。あやー、挨拶が遅れたある。私はクローから来たウォーレンファ、その名も高きオケの娘よ。そうそうそう、それもこれもしっかりした商売あてのことよ。さあ薬買う？そういう薬を持ってるならどうしてここでトレーニングしてるんですか？行く。その薬、ちょびっとだけ副作用があるね。ほんの少し。ホルモンを調整するから、髪の毛が抜けちゃうある。そんなの、いやー！あや、やっぱりいやあるか。これでも15人に断られたあるよ。商売上がったりね。ほっといてほしいね。これが私の家境魂あるよ。お嬢さん、お名前は？あ、神崎あかりです。あかり、お客じゃなければみんなライバルね。これからよろしく。はい、よろしくお願いします。私の得意なのは自転車、あなたは？よくわかりません。まあいいね。じゃあ、私は忙しいからこれで。そこのお姉さん、素敵な薬はいらないあるか？変わった人。教官のエッチ。またいつでも来てね。Yeah.
ですか。まあ得意とは言いませんが。はい。何？誰ですか？教官。ご存知なんですか？トップですか？すごい人なんですね。タオル使いますか？ありがとう。でも必要ないわ。え？本当だ。走った後なのに汗一つかいてない。さすがにいいコースね。ここならもっと記録を伸ばせそう。私はジェシー・ガートランド。今日入学してきたの。あなたは？あかりです。あかり、お互い頑張りましょうね。それじゃあね、あかり。はい。一緒に踊りませんか、教官。そんなこと言ってません。
今日の訓練は何でしょうか。はい、わかりました。はい、すぐに支度します。大きなプールですね、教官。大丈夫か？あ、ううん、平気です。失礼した。問題ない。指導員の方ですか？いや、私はアイラ・ベフェラスカ・ロスノフスキ、ここの生徒だ。生徒？はあ、大人っぽい。スイミングの訓練をしている。はあ、なるほど。お前は？あ、私、神崎あかりと言います。あかり、記憶した。あかり、スイミングは得意か？いえ、まあ、はあ、実はあんまり得意じゃないんです。そうか、なら訓練することだな。はあ。私はまだ今日のノルマが残っているので失礼する。あかり、今日は知り合いになれて楽しかった。はあ。また会おう。なんだか全然楽しそうに見えませんでしたけど。ふわーい。はぁ、行き過ぎて難しい。死んじゃいますよ。
冗談ばっかり。ほんまやて、大阪にはこんなでっかいカニの看板あるんやって。動くし、夜とかホログラムで光ってごっつかっこええし。うっそだ。自分、大阪来たことないんか？私、北海道から出たことないの。ほな、エビのでっかい人形とか、食い倒れの巨大ロボとか、時速400キロの阪神電鉄とか知らんのか？知らない。本当にそんなものあるの？何言うて。大阪の文化財やで。今度来てみ、うちが案内したるわ。楽しそうだね。大阪は世界有数の繁華街やからな。うちも小さい頃からよう遊んだわ。うちとこ、兄貴が多かったから連れてってもろてな。お兄さんがいるの？上に5人いてる。女はうち一人や。そんなに囲まれて育ったんで、こんながさつになってもた。あかりはええな、女の子っぽいし。そんなことないよ。今のは、あかりの教官？結構ええ男やんか。